西木タワーは、三重県渡来郡大気町近にある、防災等。1944年12月7日の、東南海地震に伴って発生した津波を、教訓に建設されたもので、1998年に、完成した。タワーの完成後、近畜に大きな津波が押し寄せたことはないが、台風などの際に役立っており、防波堤に比べて安く建設できることから、 東日本大震災以降日本全国から視察が増加している。近区は津波災害に対する意識が強い地域である。住民の協力で高台に至る避難経路が整備され、集落には避難場所を示す案内標識、誘導等、情報表示板を設置することで円滑な避難ができるように工夫がなされている。 さらに、担当職員を常時配置することで震度4以上の地震が20秒以上継続した場合、無条件でサイレンを鳴らして避難を呼びかけるという気象庁の発表よりも早い避難体制を構築している。しかし2式は標高が低く、集落内を奥川という河川が流れているため避難がしづらくなっている。特に日の出町地域は 川に囲まれているため橋が落ちた場合、住民は避難経路を失って孤立してしまう。日の出町は昭和東南海地震の時は田畑が広がっており、多くの人々が逃げ切れずに命を落としたが、新興住宅地となっている。そこで高台まで避難することが困難な人のために、街中に西木タワーという避難施設を置いている。 毎年12月7日には避難訓練を実施し、西木タワーへの経路を確認している。日常的な施設の管理は、地域の高齢者で組織された優勝ボランティア、生き生き活動隊のメンバーが行う。毎日朝8時30分までに、資料館と避難所を開け、週1回展望台とトイレの掃除を行う。タワーは、 海抜高度4.2メートルのところにある鉄筋コンクリート構造の5階建ての建築物で高さは21.8メートルである。昭和東南海地震の波高6.5メートルを基準にし2階以上は浸水しないという想定のもと8.1メートルの2階部分に避難場所となる集会所を設置している。最大500人が施設内に避難することができる。タワーには 様々な工夫がなされている。津波の力や津波で流されてきた船舶が衝突する、際の衝撃を分散させる、要、円柱型を取っている。また、階段を外周に設置することで流された人を見つけやすくしている。建設費は1億3800万円。防波堤を建設するとなれば最低でも数百億円は必要となる上、東日本大震災では、 効果の限界が露呈した。非常用の備えとして、500ml 入りペットボトルの、水100本、毛布50枚、救命胴衣、自家発電設備を用意する。1944年12月7日午後1時40分、昭和東南海地震が発生し、三重県北室郡西木町では1分程度の揺れが、続いた。同年の10月7日に、 暴風雨による高潮を経験した西木町では、火災を高いところに移すなどの行動をとる者もいた。津波は、地震の数十分後に、西木町に到達、6回押し寄せた。津波の高さは6.5メートルであった。この日は、西木町の住民にとって忘れることのできない一日となり、死者56人、行方不明者8人。 総額804万400円の損害をもたらした。当時の西木町の全住宅733戸のうち93%に当たる642戸が被災した。この時の被災者の中に当時5歳だった2011年9月現在、大気町長を務める谷口由美がいた。谷口は後に建設会社で防波堤や灯台などを建設する仕事に就いた。その後、 46歳で、谷口は、渡来郡規制庁の町長に就任する。1993年、北海道南西沖地震が発生し、奥尻島は津波による大きな被害を受けた。1994年に、谷口町長をはじめとした規制庁の視察団は、奥尻島を訪問、当時の奥尻町長から、何が何でも高台に逃げることだとの教訓を伝えられた。 視察をもとに、規制庁では1995年8月、規制庁防災対策実行委員会を結成し、一時避難所の整備を始めた。ほとんどの地域では5分以内に避難可能な高台が確保されたものの、日の出町だけはどうしても5分では避難できないことがこの時判明した。谷口町長は建設会社での経験から、 東大のような避難施設が作れないかと、大根をカッターナイフで切り、避難施設の模型作りに試行錯誤を重ねた。そして町議会に、西木タワーの建設を提案するが、いつ来るかわからない津波のために拒否を投じることに、疑問を呈する議員もいた。それでも、谷口の説得の会もあり、建設が実現した。西木タワーは1998年度の、 第3回防災まちづくり対象消防科学総合センター理事長消防祭ものづくりを受賞した。2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖地震の際は深夜にもかかわらず二式の住民の約8割高齢者に至ってはほぼ全員が避難した。一方で2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の時には 住民、約2200人のうち避難したのは300人に、とどまった。ありがとうございます。